こんにちは、ナフオタチャンネルです。今日はエビライグッズが届いたので開封したいと思います。今日はすごい少ないです。本当にうちわとランダムだけっていう、本当に物足りない動画になるかと思いますが、そのつもりでお願いいたします。今日今急いで支度してて、オイル塗りたてでなんか汗かいた人みたいになってるんですけど、そこも気にしないでください。よろしくお願いします。ということで開封していきましょう。それではオニバ。エビダンスライブは毎年夏に行われているエビダン全グループが出演するライブとなります。で今回初めての3部構成、構成っていうのか分かんないけど、今回3部あって、1日目8月11日金曜日が夜の公演だけ、8月12日土曜日が昼の部と夜の部があります。私は3公演参加します。会場も今回すごい大きいところで、代々木第一体育館で行われます。今回ディッシュが抜けたから、結構そのディッシュのファンっていっぱいいるから、にもかかわらずすごい大きい会場でやるし、しかもなんか席も埋まってるということで、本当にすごいなって実感してます。これ開けないとね。グッズは最近はうちわが定番になってて、私も買いました。でいろいろね、タオルとかバッグとかあったんだけど、やっぱりその自分のメイン現場のグッズでお金がなくて、今回うちわとランダムステッカーだけになってしまいました。会場で生写真とアクキーのランダムを売るらしくて、私アクキーランダムめちゃめちゃ欲しいんだけど、でもシャッフルの生写真が出たらそっち買いたいから、ちょっと本当にめっちゃ欲しいんだけど我慢することにします。多分ね、48種類から推しを当てるっていうのはなかなか難しいから、買うなら積みたいなって思っちゃって。うちわは友達の分も買ったので、まず佐野隼人くん、私のものではございません、と私の推しの山中重太郎くん3080、これは友達に渡します。ということで私の分は重くんと、あと今日紫を着ているんですけど、かなめくんを買いました。それぞれのグループにでもないけど、大体のグループに推しがいるので、全部買えるのが一番いいんだけど、やっぱりね、お金もないということで、じゅうくんはもちろんで、かなめくんも友達と一緒に買いました。今年のうちわがこれで、去年のがちょっとケースに入っちゃってるけど、これで、一昨年のがこちらになります。なんか顔の大きさが結構違う。真ん中から大中小みたいな感じ。私個人的には、今回の美女が一番圧倒的に好きですね。皆さんはどの重太郎くんが好みでしょうか。で裏も白、重くんのメンバーカラー白なんで、たまたまなんですけど、これも結構嬉しいです。あとランダム3つ買いました。今回のランダムはステッカーです。めっちゃ久々な開封動画な気がする。いつだ最後。最後が、めっちゃ前だよ。ミルクのチェックメイトが最後。あんまりグッズを買ってないのかな。あ、そうだね。あんまりグッズを買ってないんだ、最近。買ったとしても、生誕の生写真だけとか、ディッシュも会場でストラップ買ったみたいな、そんな感じだから。開封していきます。今回6枚出るということで、目標はミルクのメンバーを引くこと。すごい低い目標だけど。1枚目。あ、かなめくん、はい、多分気づいてると思いますが、今日は源氏物のライブに行くので紫のシャツを着ています。かなめくん出ました、嬉しい。次、すごくない？この動画を見てる方は知ってるか分かんないですけど、私桜しめじも押してて、ガクちゃん押したので嬉しい。最初から推しが出ました。いきます、3枚目。お、ジャン君この顔ちょっと面白かった今って感じで、ジャン君です。スパドラ最近見てないな。エビライで見るの楽しみ。せーの、はい。お、木台。髪伸びたね、めっちゃ。今日会えないんだよね、現実のライブだけど、今日はご欠席ということで会えませんが。最後、待って、ミルク出てないんだよまだ。現実にスパドラ1、しめじ1ということで、ミルク枯れてないです。せーの。
かわいい。しょうちゃんです。バディーズ。バディーズしょうちゃんです。私、バディーズはせいやくんとしょうくんを推しているので。今日は、ミルクじゃないグループの推しが出る日ですね。ミルク。ミルク頑張って。せーの。じゃないでした。ミルクじゃないでした。マヤのレイくんです。1回目から、かなめくん、がくくん、じゃんくん、もっくん、しょうくん、れいくんだったので、現時分に、しめじ1、スパドラ1、ワンエン1、バディーズ1ということで、どうしてミルクが出なかったのか。結構均等に出たんですけど、ミルクは出ませんでした。はい。今日はエミライグッズの開封でした。ちょっとまあ育児会になってしまったので、もう本当にまとめとか総括とかできないんですけど、ここで終わりたいと思います。それでは、バイバーイ。Yeah.